マイハウスイスタンボール、ニューハウスエレクトローハウス、トラックドライバー付き。昼間からお酒を飲んで回答します。皆さん乾杯。今日はビールを飲みながら質問コーナーに答えていきたいと思います。こんにちは、ハバネです。前回質問コーナーを募集して質問が来たので答えようと。最初に、何なんですか？2015年の7月から動画投稿しているハバネと言います。よろしくお願いします。好きな食べ物は何？好きな食べ物は、ラーメンと唐揚げとハンバーグが好きです。まあ、このようになっています。好きな映画トップ3。第3位がビバリーヒルズコップっていうアメリカの映画だと思うんですけれども、で第2位がスパイダーマンで、第1位がハリーゴーラウンドという日本の映画です。ハバネさんの趣味は何ですか？自分の趣味はディズニーに行くこととアニメを見ることとドライブすることと旅行することです。この4つが趣味ですね。ハバネさんの身長と体重は？身長が173センチで、体重は S。 好きなアニメトップ5。好きなアニメが水式と低音と金色モザイクと呪術廻戦とスロースタートです。名前の由来は何ですか？まあ、最初2015年の時は鳥ちゃんでちょっと活動してたんですけれども、なんか Google とかで検索すると名前が違う人出てきちゃったりするので、やっぱやめて、でハバネって調べたら、まあ Google も出てこなかったわけですよ。そんでその名前にしました。それが由来です。ハバネロを食べてみてください。僕もやってみたかったんでちょっとやってみたいんですけれども、ご飯にハバネロを食べてちょっとやってみたいと思います。グリーンハバネロいただきます。ね、匂いがもう辛くて、食ってみます。いただきます。なんだこれ、辛い。あ、ヒリヒリする。やべえ、ビール飲みます。ビール、あー辛い。ごちそうさまでした。謎の汗がかいたり、あと半端なく暑いし、もう辛いです、口の中が。けど食べ終わりました。ちゃんと食べました。好きな曲、見てみたい景色、座右の銘、ヒデ with Spread Beaver っていう、あのXJAPAN のヒデっていう人、ヒデさんが、作ったバンド名で、全般が好きです。ロケットダイブとか、限界破裂とか、ピンクスパイダーとか、いろいろな歌を、が好きです。見てみたい景色は、なんだろう。世界を見てみたいです。まあ、世界って言っても多分、全部は無理だと思うんですけれども、行ってみたい国は結構あります。座右の銘はね、ヒデさんっていう人が言ってた、人間は酒だ、です。やっぱ人間っていうのは酒飲んでないと生きていけなそうなイメージなんで、まあ偏見なんですけど、まあその名言が僕の座右の銘です。嫌いな食べ物。
思い出に残ってる言葉。嫌いな食べ物はね、オクラかな。なんかネバネバしてるご飯、ネバネバしてる野菜はちょっと無理なんですよね。なんかちょっとやだ。思い出に残ってる言葉なんだろうな。思い出に残ってる言葉ってちょっと思いつかないんで、今回はパスということでいいですかね。行きたい場所は、今行きたいのはね、全世界のディズニーパーク、ディズニーランドとか、ディズニーの、まあ、アメリカとか中国とかフランスとか、あとは、日本はまあ行ったんで、あとハワイにもね、ちょっとあるんで、行ってみたいなというのが思いです。まあコロナがね、なくならないといけないんで、今は国内を満喫中です。ペイコバさんとは、もうゲームしないのですか？ペイコバさんとコラボというのは、昔から見てくれてる視聴者さんだと思うのですが、僕の記憶だと、ケイコバさんのは YouTube にまあ動画少し出してたんですが、動画が消えちゃったんで、YouTube に投稿はやめちゃったと思うんですよ。で、それでコラボしなくなっちゃった理由なんですけれども、まあ、あとは、僕が単に10のゲームが苦手っていうのも原因です。逆に10以外のゲームがあれば誘ってコラボしてみたいと思います。はい、以上がハバネの質問コーナーでした。やっぱね、初めて質問コーナーやってみたんですけど、やっぱ難しいね、どう答えればいいのか。まあけど、また質問コーナーやってみたいと思います。バイバーイ。